固い絆で結ばれていながら激動の時代に引き裂かれた三姉妹は、長女お茶茶が大阪、次女お初が若狭、三女お坊は東京と、今も離れ離れに眠っています。しかし京都三十三間堂のそばに立つ養元院、ここは三姉妹の両親浅井長政とお市を弔うお寺なのですが、これを建てたのは長女お茶茶。そのお茶茶の死後焼け落ちてしまったこのお寺を再建したのは、お茶茶と敵対せざるを得なかった三女のお郷でした。敵同士になりながらも父長政と母お市の方の願いをしっかり受け止めていたお茶茶とお郷。そして実はこの養元院には誰が運んだかは分かりませんが、もう一人お初を加えた三姉妹の遺灰が一緒に安置されています。苦難の道を歩み離れ離れだった三姉妹は今両親のもとへ帰り、静かな時を送っているのでしょうか。